氷壁は、井上康氏の長編小説。1956年2月24日から1957年8月22日まで、朝日新聞に連載され、1957年に、新庁舎から単行本が刊行された。切れる、はずのないナイロンザイルが切れたために登山中に死亡した、友人の死を同行していた、主人公が追う。1955年に実際に起きた、 ナイロンザイル切断事件の和歌山五郎、北釜尾根で、遭難死した小党、名、吉田三恵子ら複数のモデルがいる。友情と恋愛の確執を、山という自然と都会とを照らし合わせて描いている。新鋭登山家の宇和津京太は、昭和30年の年末から、翌年正月にかけて、親友の小坂乙彦と共に前、穂高カ東壁の陶器発登頂の計画を立てる。 その参考の直前、ウオズは、小坂の思いがけない秘密を知る。小坂は、人妻の八代美奈子と、ふとしたきっかけから一夜を過ごし、その後も横連んを続けて、美奈子を困惑させているというのだ。不安定な心理状態の小坂に、一末の不安を抱きつつも、ウオズたちは、穂高の氷壁に取り付く。吹雪に見舞われる、厳しい盗犯の中、頂上の直前で、小坂が滑落。 深い谷底へ消えていった。二人を結んでいたナイロンザイルが切れたのだ。必死に捜索するも、小坂は見つからず、捜索は雪解け後に持ち越されることになった。失意のうちに帰郷するウオズ。そんな思いとは裏腹に、世間ではナイロンザイルは果たして切れたかと波紋を呼んでいた。切れるはずのないザイル。ウオズはその渦に巻き込まれていく。ナイロンザイルの製造元は、 ウオズの勤務する会社と資金関係があり、さらにその原資を供給した会社の専務は、小坂が思いを寄せていた、美奈子の夫、八代京之助だった。作品の途中で、小坂が愛したデュプラの詩が引用されており、本作品のテーマを漂わせている。なお、この役分は、深田久也が訳したものである。もしかある日、もしかある日、私が山で死んだら、 古い山友達のお前にだ、この書き置きを残すのは、お袋に会いに行ってくれ。そして行ってくれ。俺は幸せに死んだと。俺は母さんのそばにいたから、ちっとも苦しみはしなかったと。親父に行ってくれ。俺は、男だったと。弟に行ってくれ。さあお前にバトンを渡すぞと。女房に行ってくれ。俺がいなくても生きるようにと。お前がいなくても俺が生きたようにと。 息子たちへの伝言は、お前たちは、エタンソンの岩場で、俺の爪の跡を見つけるだろうと。そして俺の友、お前にはこうだ、俺のピッケルを取り上げてくれ。ピッケルが地獄で死ぬようなことを、俺は望まぬ。どこか美しいフェイスへ持って行ってくれ。そしてピッケルのためだけの小さいケルンを作って、その上に差し込んでくれ。そして最後では、小坂の妹カオルが、デュプラの死を実現すべく。 穂高かに登り、ケロンを作って、小坂、ウオズ両名のピッケルを差し込む決心をする部分で終了している。大英東京、カラー大英ビスタビション1962年1月9日から4月3日まで、富士テレビで放送。放送時間は、火曜日13時13時30分。キャスト1967年1月3日から5月23日まで、日本テレビで放映。 全21話。放送時間は、火曜21時30分22時。前半部は、映画監督の湯気太郎が演出したが、中村厚夫の大行な演技をめぐって、プロデューサーと対立し、途中で降板させられた。提供スポンサーは、サンスター塩の義一社。キャスト1972年4月5日から5月3日まで、NHK で放映。前後は、脚本は、 倉本壮が担当。キャストテレビドラマ版は時代設定を2005年に合わせ設定も変更されている。原作で物語の中心になる事故の原因となったナイロンザイルも現在では切断されることがあることもわかっているため事故の原因はカラビナに変更されている。また主人公二人が挑むのもホタカだけではなく軽通になった。主演は 玉木博士と山本太郎で NEC のパソコンバリュースターシリーズの CM 共演俳優同士がそのまま NHK のドラマに出演するということが話題になった。玉木博士はこの作品が連続ドラマ初主演となる。NHK が土曜ドラマで2006年1月14日から2月25日まで放送。キャストスタッフ主題歌サブタイトル。ありがとうございます。